父山は、四国山地西部の石月山脈に属する山である。父山とも表記され、かつては西側に対峙する笹ヶ峰が、母山であるのに対し、父山でもあったという。笹ヶ峰に匹敵する標高であり、新居浜市の最高峰でもあるが、なだらかな山陽の笹ヶ峰に対し大形の険し、岩峰の様相を呈する。笹ヶ峰との間は、父山のこと呼ばれ、 かつては、高間ヶ原と呼ばれたという。父山の山頂からやや東側で、石槌山脈の稜線は南北に分岐して、父、山別れと呼ばれ、南側は平家平に続き、西赤石山に続く北側は、鳳凰山脈となる。父山別れ付近は、同山川の源流域であり、父山は、国領側の源流域に位置する。山頂部を、 西から望む山頂には、かつて笹ヶ峰に,に建立されていた石鉄神社から、移された座王権限を祀る祠がある。山頂からは間近に、笹ヶ峰、筒、上野山など、石月山無の山々、さらに、新浜平野、瀬戸内海から、太平洋まで望むが、笹ヶ峰とはまた異なる眺望である。寒風山から平家平にかけ、 父山を含む笹ヶ峰一帯の山寮部は1982年に笹ヶ峰自然環境保全地域に指定された。県道47号線の大栄山トンネルの別紙山川で、口脇の林道から登山道に入り、両線に出て山頂に至る。標高差約800メートル、距離は約6キロメートル、時間は3時間半ほど。新居浜市内から登山口までは、 別市地区業のコミュニティバスが1日に2、3便出ている。また、西条市方面から国道194号を高知方面に向かい、下津池から林道に入って、笹ヶ峰に登り、東側へ稜線を縦走する。笹ヶ峰と合わせて登られることが多い。ありがとうございます。